ございます。おはよう、頑張らぬ愛、おはようございます。テロップ、あ、ポストしますね。反応しない、反応した。おはようございます。ちょっとテロップ入れるね。はい、テロップおはようございます。おはよう市民、おはようち、おはよう、おはよう、ありがとうございます。おはようございます。コール頑張る、ありがとうございます。あ、そうだ、メガネだった、本当だ。小判ありがとうございます。バラあげあげ、ありがとうございます。おはようございます。ハートと音符のギフトありがとうございます。小判ありがとうございます。メガヨシミやばい、姉がでかいみたいな。おはようございます。朝ごはんが到着しました。花束ありがとうございます。バラありがとうございます。じゃーん、これ昨日もばめに書いたけど、アサイドリンクをね、ママが見つけてきてくれて、ずっとアサイ探してたんだけど本当に売ってなくって、ジュース売ってました。元アサイの元ではないんだけど、でも元よって何かと作るの結局大変だから。あ、昨日の九期バラエティ放送室見ましたか皆さん。もう見たかな。挽回しましたしたか分からんけどハートありがとうございます。だるまありがとうございます。おはようございます、ありがとうございます。寝言でコールやばい素晴らしいですね。今日は18時半から M のサイン公演、ぜひ DMM でも劇場でもお待ちしてます。よしみんコール待ってます。いってらっしゃい。一気だね。おいしい。バラありがとうございます。おはやしみん、三大義務合ってた、そうかな。そう、合ってるかなと思ったけど合ってなかったんだよねバラありがとうございます。お、お休みの日なので早起き、いいね。お休み、休んでください。バラありがとうございます。画面越しにコールありがとうございます。おはようグルト、うん、さつまいも美味しい、うん、でしょ、自分が掘った、そうそう、姉が掘ったやつ長かったですけど、しょうがない。確かに YNN 思い出すよね、あのカラトマカーリみたいなミンミンタン見てくれましたか、うん、おはよう、ありがとうございます。教育の税、よしみの忠誠やばいやばい、全国民姉のこと知ってなあかんや最近よしみの最新しか見てない、ほんまほんまか変身してない、ありがとうございます。
勤労と労働の違いってなんだろうね。まあでも思ってたほぼ同じやんと思いながら、まあワードが決まってるからあれだけど、どう違うんだろうね。そっちなのかな。バラありがとうございます。だるまありがとうございます。教育を受けるとね、とまっからとまっかーねやったよね。ね、ハートとバラありがとうございます。からとまっかーねだったよね、あれは完全に。難しい。え、なんか影に隠れて全然頑張りがかりになってなかった。マジで無理やった、あれは。ハートと小判ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ダルマンありがとうございます。うん、18度、東京寒い。そうなんや。バラとハートのゲストありがとうございます。神々がいつものに戻ってきましたね。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。ね、本当に急に来たよね秋。まあ大歓迎なんだけど秋は。公演頑張ってね、ありがとうございます。今日は18時半からネムのサイン公演です。それなど弾かないようにね、すでに弾いてますが。皆さんも風邪には気をつけてください。栗ご飯いいね。この白いカレーはどう？美味しい。ハートありがとうございます。ね、クーラーなくても寝れるようになったらね、もう急にクーラーなしになりました。おいしい。これはバターと生ハムがサンドされてます。本当だ、生ハムって焼いたらハムになるんだね。生ハム追加する。うん、若菜さんがさ、ツイッターに書いてて、もう そうなのと思ってた。本当にハムになってる、生ハムが。温めたら軽く生ハムの生焼きみたいな、美味しいよね。わかる。どういうこと？ちょっと貸して。手じゃなくて。ベロン。白いカレーについてちょっと語ってほしいわ。バラ、ありがとうございます。うん、ジェダーチーズ合いそう、確かに。カマンベールチーズちょっと遅かったね、昨日まであったのに。トマトと生ハムとカマンベールチーズとオリーブオイルと塩って絶対美味しいよね。
ね、生ハムの生焼きって何？生ハムが上だけ焼く。アサイン飲んでるよ。上だけ？上だけ？上だけなんかこう盛りってカリ。生ハムメロンあるよね。美味しいよね。あれは好きだけど好み分かれるよね。結構あれ結構分かれるよね。あれは好きです。とてもとても。メラメラ楽しみしてます。ありがとうございます。明日メラメラです。でキラキラはね M 会ライバーさんごとに送るんでね、ぜひキラキラは別のライバーさんごとに送ります。レインボースターありがとうございます。サウナ広いね、うちよね。わかる。西釜みたいなやつ。そう、テスト今日で終わりなんです。そうなの、今日が終わったら終わりです。ようやくスタバの新作を飲みます。明日ぐらいにテスト終わったら絶対飲むと思ってたので。あと周年までの最後の甘いものということで、周年に向けてお食事にしたらいいんじゃないですか。うちでは珍しいよね。うん、セブンの生ハム売ってるんだ。 M 高めなんだ。売ってる売ってる。めっちゃ好き。でも生ハム美味しいよね。ハートありがとうございます。周年全外れ。へえ、そうなんだ。嘘、何かしらで当たることを祈ってます。今度来週かな、あるよね。あ、そうなんだ、うん、あります、ね、最後かな。あ、そうだ、何グラ忘れてた。いつまでだっけ。あ、29ぐらいやります。スタバは大人になればいくらでも飲める。あ、そうじゃなくてスタバは今もずっと、あの、なんならおとついくらいも行ったとこなんだけど、あの、新作をね、テストが終わったご褒美に飲もうと思ってたんですよ。だからコーヒー自体はスタバのコーヒーはこの前飲んだとこなんだけど、ワンモアコーヒーで2杯2週くらい回って何もカスタムしないただのブラックコーヒーに戻ってきました。最近2週回ってフラペチーノにハマって、カスタムにハマって、今原点に戻ってきました。ただのブラックコーヒーにとてもハマっています。今ハートありがとうございます。夫婦で全外れ。そんなことある。そんなに外れるものなのか。あら、一般で入れますように、何かしらで引っかかりますように。今日も何かと忙しい JK やちにみんなでパワーを。ありがとうございます。早いね、もう2週間なの。え、そうなんだ、早、楽しみだね。あっという間だ。全然前の周年が4ヶ月前くらいに感じます。そりゃないでしょ。
そう、原点回帰。二周回って、ちょっとそれ強引だね。ちょっと強引だわ。そう、ブラックが美味しいってことに気づいてさ、スタバのブラックが。ちょっとお箸ください。はい。うん、ハートありがとうございます。今年は何なんだろう、うん、じゃあお箸がいいな、うん、今年は何の動物、やばい、去年ね、はい、動物やったよね、雨の動物園でした、去年は。今年は何の動物かな。毎年やね、やばい。ハートありがとうございます。今日は18時半から M のサイン公演、ぜひ見てください。通りすがりの10期生ファンの皆さんもよかったら、フォローよろしくお願いします。YouTube のチャンネル登録もお願いします。なかなか当たらない、わあ。 M は当たらないあるあるですよね、前からずっと。ありがとうございます。また公演で、ありがとうございます。お仕事頑張れ。今日は久しぶりの公演なのでとても緊張します。全然緊張してないけど。今日行くよ、ありがとうございます。劇場来るよって方はよしみんコールたくさんしてください。亀子席ありがとうございます。たくさん撮ってね。言うてもてる。だるま、ありがとうございます。配信で見るね、配信で見るね、ありがとうございます。ぜひ見てください。そうそう、てんちゃんいるってことはこっちかなって予想してみてください。今日のユニットとポジション。バラありがとうございます。ね、そう、昨日の M 見ながらお夜ご飯食べてたんですけど、3人とも休憩でした、昨日の黒点。終電デコ出しする、どっちか、デコ出しが好評だったからどっちかする。よしみんコールするね、待ってます。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、明日はメラメラ NNB48 お待ちしてます。
昼過ぎですが、平日のバラありがとうございます。終年前に髪切る、30日の公演までに髪切りたいと思ってるけど、あんまりさ予約取れないんだよね、なかなか流行ってて。終年までにちょっと短めにこれぐらいに切りたいな。ちょっとさ黒に黒だからあんま分かんないんだけどあんま分かんないけどこれぐらいにしたい。ハートありがとうございます。手まりありがとうございます。あ、明日はメラメラの後 YouTube 配信久しぶりにする。結局あ、言ってなかったっけ、そういえば。そうそうそう、あ、そう、ときめもので握手会できる予定の制服も届きました。だから次ときめもする時から着てやろうと思ってます。で、あとかまいたちの夜やるって言ってたけど、ちょっとあまりにもちょっとホラーすぎたのでちょっと流すのがあれだったので、個人的に楽しもうと思います。個人的に2回ほどバッドエンドとグッドエンドを体験しました。あ、そうなんや、うん、ママが試しにやってくれたんですけど、ちょっとあまりにもホラーだったらしくて。そんな怖くないんやけど、そのハートありがとうございます。小説で進んでいく、その小説の文章を多分読まないとダメなんよね、あれが、うん、読むときにちょっと、そう、最終的にあれが多分、おそらくだけど、その今のゲームの体感からするとあれはバッドエンドに進んでいくもんやんか、うん、ほな、変わったバッドエンドじゃなくてオーソドックスなバッドエンドに進むと次々こう消えていくっていうバッドエンドになったときに、前も途中でやめた、そうなんや。そうなので、ちょっと姉が個人的に楽しんでもうと思います。なので、明日はときメモの続きクリアを目指していきたいと思います。面白いか怖い。そうなんだ、みんなやったことあるんだ。今日も配信直してます、ありがとうございます。楽しみでも、姉もめっちゃ楽しみ、そうやるの。で、私は一人告白されましたね。誰だっけ、木更木さんだっけ。そう、木更木美穂さん告白されて、次水崎しおりさん行こうと思ったら女々しい男たちになってしまいましたね。ハートありがとうございます。なんかあれのデータが消えそうやって。どういうこと。ちょっと違うところにセーブし直しといたね。リアクションだけで私だし、覚えてたら撮っとくなんかね、ギーとかガーとかやったらブルブルって震えるんですよ。すごい、すごいね、 3D みたいになってるんだ。っていうよりはなんかサウンドノベルだから多分読まないとダメなんだけど、それがちょっとっていう感じだよね。昭和っぽい、昭和、ん、昭和かな、違うね、平成だね、平成。レインボースターありがとうございます。楽しみだな、個人的に楽しんでおこうと思います面白そう。レインボースターありがとうございます。通りすがりの
NMB ファンの皆さん、よかったら YouTube のチャンネル登録とショールームと X のフォローしていってくださると嬉しいです。ぜひデイリーミッションチャレンジしていってください。星じゃないわ、キラキラ星もらっていってください。キラキラ星はライバーさんごとに投げれるんでね。通りすがりです、ありがとうございます。通りすがりか。グッドモーニング、グッドモーニング。ね、絶対あれだよね、通りすがりの方見てるよね、きっと。ちょっと増えてるもんね。あ、そうなの。 YouTube もデイリーミッションね、そうそうそう、デイリーミッションチャレンジして、ぜひ星をね、他のところで投げてください。いやいや、ここでいいんだ。なんで違う人でも投げれる。キラキラはライバーさんごとに。だから他のところで投げた方がいいね、イベント中なんだから。その人にも100しか投げれないから。そうそう、だからそのなんで貯めたら10個配信見てもらえるじゃん。だからあれの配信見て貯まったやつ他のところに投げてねっていうね。ハートありがとうございます。違う違う、だからあれのと逆逆逆だよ。ハートありがとうございます。ハートのギフトありがとうございます。57分なので団住みしたいと思います。来てくださってありがとうございました。今日は18時半から、M のサイン公演18時半からです。劇場に来る方も、配信で見るよって方もぜひ見てください。ヤシミンコール待ってます。よいしょ。公演前ちょっとできなさそうなので、次の配信は明日になりますが、明日の時間はまたお知らせします。でも明日の夜は YouTube します。ちょっと時間は未定だけど YouTube でときメモをするので、よかったらチャンネル登録して通知オンでお待ちください。13位コバトンさん、ありがとうございます。12位タカミーさん、ありがとうございます。11位お奉行さん、ありがとうございます。10位ソラさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位ミョンさん、ありがとうございます。7位オロシさん、ありがとうございます。6位ウーカメインの箱押さん、ありがとうございます。5位ハルさん、ありがとうございます。4位サクチャンマンさん、ありがとうございます。そして3位はデゲ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 デン4さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデゲ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 デンサカさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はデゲ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 デン朝霞さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。朝から来てくださってありがとうございました。テストと公演頑張ってありがとうございます。今日でテストも終わりです。頑張ります。今日で定期テスト、長かった1週間のテスト期間も終わりです。勉強してたね。パチパチありがとうございます。良い一日をお過ごしください。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、良い一日を。バイバーイ。いってらっしゃい。ありがとうございます。行ってきます。